ヒメウキクサは、里芋科の浮草赤に属する水草の一種であり、溜池などの水面に生育する。養生態は、長径に5ミリメートル、3七脈を持ち、2 7本の根が水中に伸びている。古くは、浮草ク属に分類されていたが、浮草ク属と青浮草キ属の中間的な、系統的位置にあると考えられるようになり、新たに提唱された、ヒメウキクサ属に移された。 本種はヒメウキクサ族の唯一の種である。シマウキクサ、タイワンウキクサとも呼ばれる。アオウキクサ族の種とほぼ同じ大きさであるが、養状体が能力色で、根が普通複数存在する点で、区別できる。水面に生育する浮遊植物であり、扁平な養状体とそこから生じた根からなる。養状体は普通左右非相性の長楕円型から、共闘卵系。 大きさは 25X1.53mm、扁平、手のひら状に伸びる3ナの脈がある。脈に沿って表面に突起がある。養状体の表面は、光沢のある、小緑色。裏面は、普通赤紫色を帯びる。色素細胞を持ち、乾燥すると、褐色の反紋となる。周酸カルシウムの針状結晶と周晶を含む。養状体の裏面から27本の根が生じ。 水中へ伸びている。根の長さは 570mm、遺憾束の仮銅管は基部のみにあり、根の先端は二部頭。すべての根がプロフォラムを貫いている。養状体の基部両側に出芽能があり、ここから新たな養状体を形成して出芽状に増殖し、単独、またはに6個の養状体がつながった軍隊を形成している。 出荷能の,の基部は小さな臨偏状の構造で囲まれている。休眠目は形成せず、養状態のままで越冬するとされる。浮草と姫浮草、日本での夏季は後8月だが、開花は、まれ、養状態の出荷能内に小さな花をつける。花は、膜状構造に包まれ、2個のおしべと1個のめしべから、なる。おしべの役は4個の花粉能からなる。 メシベの脂肪は1、2個の肺脂を含む。果実には狭い翼がある。種子には長軸に沿って10、15本のあばらがある。染色体数はニエヌイコール40、46、50。南北アメリカ、アフリカ、ヨーロッパ、南アジアから東、アジア、オーストラリアに分布しており、熱帯アジア原産ともされるが、自然分布は不明。日本では、 本州から九州まで報告されているが、気化種ともされる。池や水田、水路などの淡水域の水面に生息し、特に湧水環境に生育する。ウッキクサ赤の他の種と同様、増殖速度が速いため、栄養児を除去、バイオレメディエーション、バイオエタノールなど様々な研究に用いられている。本州は、以前は、 ウキクサ族に分類されていたが、系統的にウキクサよりも青ウキクサ族などにより、近縁であると考えられるようになり、新たに提唱された、ヒメウキクサ族に移された。2015年現在、ヒメウキクサはヒメウキクサ族の唯一の種である。ウキクサ族はヒメウキクサよりもやや大きく、脈の数や根の数、仮道間が根の全長に存在する点。 根の一部の実がプロフォラムを貫いている点でも、ヒメウキ草と区別できる。また、大き草族の種はヒメウキ草とほぼ同じ大きさであるが、プロフォラムを各く点や根が一本しかない点、根の仮同感を各く点、色素細胞や収章を各く点でヒメウキ草と区別できる。ありがとうございます。